ニコロザニオーロは、イタリアトスカーナ州、マッサ出身のサッカー選手。セリエ A スローマ所属。イタリア代表。ポジションは MF。ビルトゥス・エンテッラ2017年3月11日、セリエ B、ベネベントカルチョ戦で、プロデビューした。インテル・ミラノ2017年7月5日、インテル・ナツヨナーレ・ミラノに移籍した。2017から18シーズンは、 ユースチームでプレーした。カンピオナートプリマベーラではチーム得点王になった。クラブはアクフ・フィオレンティーナとのプレーオフにも勝利した。トップチームでは背番号64番を与えられたが出場機会はなかった。エースローマ2018年6月26日、ダビデ・サントンと共にエースローマに移籍することが発表された。移籍金は百五十万ユーロで、 契約期間は5年。背番号は22番。また将来移籍する場合は、その際の移籍金の15%が、インテルに支払われる。2018年9月19日、UEFA チャンピオンズリーググループリーグ第一節の、レアルマドリード戦に先発出場し、ローマデビューと欧州カップ戦デビューを果たした。9月26日、フロジノオネカルチョ戦で、セリエ A 初出場を果たした。 チャンピオンズリーグラウンド 16FC ポルト戦ファーストレグでは2得点を挙げる活躍でチームの勝利に貢献した2018から19シーズンはリーグ戦27試合に出場し4得点を記録した2019年5月18日2018から19シーズンのセリエ A 最優秀若手選手に選出された2019年8月14日 クラブとの契約を2024年まで延長した。2020年1月、ユベントス戦で、マタイスでリフトと交錯し、右膝の半月板損傷と、全十字人体断裂の大怪我を負った。7月5日、SSC、ナポリ戦で復帰を果たした。7月11日のブレシア戦で復帰後初ゴールを挙げた。7月22日の SPAL 戦では、 自陣からのドリブルで DF52 をかわしてゴールを挙げた。後日の代表戦での左膝の負傷により2020から21シーズンは試合に出場することはなかったが2021から22シーズンに復帰し UEFA ヨーロッパカンファレンスリーグ予選のトラブゾンスポルセンセカンドレグに1年ぶりとなるゴールを挙げた。2018年9月イタリア代表に選出された。 セリエエミデビューの選手としては、史上4人目となる A 代表選出となった。2019年3月23日、フィンランド戦で A 代表デビューを果たした。11月18日、UEFA 欧州選手権2024戦のアルメニア戦で代表初ゴールを含む2ゴールを記録した。20歳139日でのゴールは21歳42日で、 ゴールを記録したダニエレでロッシの記録を更新するイタリア代表におけるローマ所属選手史上最年少ゴール記録となった。2019年6月 UEFAU-21 欧州選手権2019の U-21 イタリア代表メンバーに選出された。2020年9月7日 UEFA ネーションズリーグのオランダ代表戦で 左膝の全十字人体断裂の大怪我を負った。2021年8月27日、前述の左膝の負傷から復帰し、2022フィファ、ワールドカップ予選に挑むイタリア代表に1年ぶりに招集された。ありがとうございます。